用データをロードして、はい、ロード完了。それじゃ、いってらっしゃい。誇り高きミニ四レーサー諸君、世界最速の座をかけて我がスクールが主催するレース大会に招待しよう。腕に自信のある者はぜひ参加してくれたまえ。さらなるミニ四駆発展のため諸君らの健闘を期待しているよ。はは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 。誰だあんた。へえ、聞いたことないね。よく知ってるじゃないか。へえ、あたしもグランプリに出て少しは有名になったみたいだね。ありだと。何？お前一体
うじゃないよ。その速さ、一体どうなってんだ。ボルゾイレーシングだと、なんなんだあいつ。目悪くしないかと思ってヒヤヒヤしてたんだよ私。爆走兄弟レッツエンゴー、ゲームスタート。モードシナリオモードだ。それじゃ、行ってらっしゃい。君は？へえ、グランプリレーサー以外にも君のような一般レーサーも参加しているのか。よろしく。僕の名は。え、よく知ってるね。随分と研究しているみたいだね。獲物？
の。全く歯が立たなかった。信じられない。その速さ、普通のレーサーの走りじゃない。君は一体。ボルト、手紙の送り主か。何者なんだ。お前もレーサーか。そうか、すまない。俺の名は高場亮。よろしくな。うん、まあな。随分と詳しいな。どういう意味だ。なんだと。トップスピードに乗ったネオトライダガーでさえ追いつけないなんて、お前一体。そんな簡単に俺のネオトライダガーをかわしたというのか。
も君もレーサーなんでしょ？なら挨拶したっておかしくないよね。僕ミハイルって言うんだ。よろしくね。え、そうなの？研究熱心なんだね。そうかな。僕も結構早いよ。ベルクカイザー。君の名前は？忘れない。僕の名を知っているのか？それだけ知っていれば十分だよ。お前は？そっか、よろしくな。なんだお前、ずいぶん暗いな。レースは楽しくやった方がいいぜ。そんなに目ん玉釣り上げてたら疲れるぞ。それは逆だろ。
レースを楽しめない奴は限界を超えて速くなれないと思うぜ。まあそんなことどうでもいいか。さっさと始めようぜ。僕も一応優勝を狙ってるんでな。悔しいけど乾杯だよ。運だって実力のうちさ。仕方ない。これじゃあもう一度ガンブラスターも調整し直しだな。なんだ、任した相手に聞くことなんかあるのか。変なこと聞くやつだな。別にコースさえあればグランプリに出なくてもマシンを速くすることなんていくらでもできるだろう。それに自分のマシンを速くするのは自分自身でやることだぜ。学校で誰かに教わるなんてまっぴらごめんさ。あとはさっきも言っただろ、楽しんでやってればマシンもそれに合わせて限界以上の走りをするって。ま、負けた僕が言うセリフじゃないけどな。あ、おい聞いてんのか？いいさ。それよりまたレースしてくれよな。何ぶつくさ言ってんだ。誰だお前。どうして俺の名前を知ってる。なんだお前、ボルゾイのレーサーか。ん、まだ A ランクか。へえ、それでここまで勝ち抜いてきたのか。そんな奴がボルゾイなんかにいてどうするんだ。入っていきなり A ランク、しかもここまで勝ち抜いてこれるならそこそこは走れるってことだろ。そんなレーサーがボルゾイの飼い犬になってどうする。別に裏切り者でもなんでもいいさ。俺は早くなれればそれでいい。あそこにいたんじゃいつまで経っても強いやつと勝負できないからな。そんなこと、レーサーなら走って確かめてみたらどうだ。来な。
くそ。何が言いたい。別にお世辞なんか聞きたくない。はっきり言ってボルゾイの S クラスにお前が求めているようなレーサーはいないぜ。本当に速いやつと勝負したいならボルゾイにいるべきじゃない。それだけは忠告しておいてやる。お前、名前は？覚えておく。次は容赦しない。僕の知らないレーサーがここまで来るとは思ってなかったな。そんなことないさ。僕の名はセイバレツ。君の名は？っていうのか。よろしくね。え？うん。もちろん。ああ、それに今ここにいる君がそうじゃないのかい。僕も一つ聞いていいかい。そんなレーサーとして当たり前のことを聞いてどうするんだい。すごい。まだ僕の知らないところにこんなすごいレーサーがいるなんて。え？そうだね。でもやっぱりすごいよ。だってこんなに速いライバルがまた一人増えたんだよ。そうさ、負けたのは確かに悔しいけど、君みたいなすごいレーサーと出会えたんだからね。やっぱり半分は嬉しいかな。うん。でも君とはまたレースできるだろ。
別にレースの勝敗だけが大事なことってわけじゃないさ。こうやって知らない強い相手と出会って夢中になってレースできるってのもレーサーにとってすっごく楽しいことだからね。それに次は勝つぞって目標を持ってワクワクできるなんて素晴らしいじゃないか。うん、本当はちょっと負け惜しみも入ってるけどね。あれ、どうかしたかい？もちろん、この借りはちゃんと返すよ。では他のレーサー諸君も呼ぶとしようか。我がスクールの記念すべきセレモニーにな。やはり私の目に狂いはなかったな。よく来た。お前の走り、この目で見させてもらった。素晴らしい活躍ぶりであったぞ。これで我がスクールの野望もまた一歩前進した。我がスクールの名が全世界に知れ渡る日もそう遠くはない。よくやってくれた。ここまでのレースは楽しめたか。こちらも同時に貴重な研究を進めることができた。今回の大会は大成功であったよ。いかにも今大会で参加した全レーサーの走行データを取らせてもらった。究極のマシンを創造する我が研究のためにな。特にお前の活躍のおかげで我が研究もいよいよ完成を迎えることができた。礼を言うぞ。約束通り S クラス入りを許可しよう。それに今回の私は非常に気分が良い。他に何か希望があれば特別聞いてやるぞ。何なりと言うがよい。どうした？何？ここまでのレースで多少天狗になったか。まあいいだろう。我がスクールの偉大さをその目でしかと確かめるがよいわ。
楽しませてよ。なんだと。我が究極のマシンがなぜ。我がスクールを裏切るつもりか。だが裏切り者をそのままにしておくというのも他の生徒に示しがつかないわけだ。記念すべきセレモニーがお前のおかげで台無しになってしまった。これでここももう用済みだ。愚か者め、この会場もろともどこへでも消えてしまうがよい。心配せずとも他のレーサーも仲良く道連れにしてやる。予定が変わってしまったが、裏切り者のために用意した最後のフィナーレだ。せいぜい楽しむがよい。
疲れ様。お疲れ様でげす。オールクリア、おめでとうございます。それじゃあクリアデータをセーブしますけど、いい？どこに？上書きだけど。はい、セーブ完了。どうもお疲れ様でした。シナリオモードはこれで最後ですけど、今後も引き続き他のモードでお楽しみくださいね。このゲームは司会進行荒井美奈美、株式会社ジャレコの提供でお送りいたしました。それでは皆さんごきげんよう。まったね。爆走兄弟レッツエンゴー、ゲームスタート。モード